澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。澤部さん、社会科学部行ってみたいと思います。皆さん、今から扱う長文なんですが、段落は11個、そして設問形式こういう感じで5題あるんですが、皆さん、内容1問題はですね、他の大学もしくは他の学部で、練習もできますので、社会科学部ならではの下線部説明、そして主題判定問題ですね、今日はこれを中心にですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、皆さん行ってみたいと思います。皆さん、問いの1番ですね、説明の指示を見ていただけると嬉しいかと思いますが、デモグラフィックトレンドという表現ですね。これが皆さん、第1段落、ここにありましてですね。で、これに該当するものを選びましょうという問題でございます。で、皆さん、もちろん第1段落一読していただいて、解けるっちゃ解けるんですが、ちょっと難しい単語はあるかもしれませんので、もしダメそうだったら、皆さん、第2段落、そして第3段落ですね、を一読していただけると確実に決まるかと思いますので、ちょっと皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、ヒントですが、下線部の左側、右側、どちらに行っていただいてもよろしいかと思います。今回皆さん、右側が分かりやすいんじゃないかなというところで、線と点々点引っ張ってみました。皆さん、左側はこれですね、ラピッドリシュリンキングということで、縮まっている、まあ、縮小傾向にある。そして、グレイングですね。皆さん、グレーと言われたら、灰色のことなんですが、グレイングポピュレーション、なんかよく分かんないなって言った場合には、皆さん、第3段落、ここまで一応足していただけますとですね、大体想像がつくかと思います。もちろんグレイというのは灰色ですが、高齢者の白髪のことでございますからね。ですから高齢者が増えている様子が伺えます。ですので人口が縮まっている、人口縮小ですね、減少しているという話と、高齢化がますます進んでいると。というところで皆さん選択肢選んでいただけると大丈夫かと思います。さあ、皆さん、正解は E ですよね。皆さん、前半ですが、A decline in the total population ということで、人口減少のお話ですね。もちろん、ラピッドリシュリンキングというところにちゃんとつながってきますし、で、後半、シニアシリンですかね、高齢者の数が増えておりますという話です。その高齢者の話は、グレイングポピュレーションというところでしっかり言い換えられております。バッチリですね。で、じゃあ根拠となった場所はどこですかって言われたら、多分このあたりでいいかと思いますが、前置詞ウィズの右側ですよね。もちろん文末というところでも情報構造バッチリです。さあ、皆さん、続いての段落でございます。念のため一読をお願いいたします。さあ、皆さん、その後の段落でございます。こんな感じですね。で、皆さん考えていただきたいのはこの問いの2番でございます。皆さん、これがですね、ここにありまして、皆さん、これと言い換え可能な選択肢を5個選択肢の中から選ぶという問題でございます。皆さん、この下線部の前後ですね、この段落で、いけるかと思いますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、どうしましょうということなんですが、皆さん、まず、このシャークフロムですよね。シャークはわからないというような状況かと思いますが、皆さん、これ、フロムであれば、なんとか対応できるんじゃないかなという感じがいたします。で、後で皆さんまとめますので、今ちょっと聞いておくだけでいいかと思いますが、皆さん、フロムを見たら、右側から左側に向かって離れていくイメージですからね。ですから、これで離れるというイメージに最も近いものであれば、なんとなくこう、絞り切れるんじゃないかなという感じがしますので、まずこのタイミングで考えていただけるとよろしいかと思います。
サミさん、もしくはですね、この次の文章を見ていただきますと、It must come up with a plan…という話になってるんですね。つまり計画を思いつかなければいけませんということです。ということは、あれですよね。思いつかなくちゃいけないということは、うんたらかんたらしてはいけませんよというところで、皆さん、つながってくるかと思います。皆さん、正解は E のイグノアですよね。皆さん、無視するということでいけるかと思います。つまり、無視するということは、こういう対象物から離れると言い換え可能ですよね。見ないということです。もしくは、無視してはいけませんよということは、言い方があると、その計画をちゃんと見つけなくちゃいけないということですね。無視してはいけませんというところで、皆さん、話がちゃんとつながっていきますからね。バッチリということでいいかと思います。で、じゃあ確定したヒントはどこですかと言われたら、このあたりですね。もちろん助動詞の右側ですからね。ですから情報構造バッチリです。すみません、最終段落こちらでございます。一読をお願いいたしますね。で、その後問いの3番の説明の指示を読んでいただいて、で、ここですね、該当箇所はですね、これ皆さん、この段落内で解けるかと思いますので、ちょっと頑張っていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、ヒントですが、皆さん、下線部のところにですね、this という表現がございますので、これは多分直前を指してるんじゃなかろうかというところで、下線部引っ張ってみました。The concentration of people and resources ということで、人々と資源の集中ですね。in the capital, 首都に。で、それが、continues and diminish ということで、皆さん、diminish は減るんですよね。それが and で否定されておりますので、減ることなく、まあ、増え続けているというお話でございます。で、これに対して、なんか努力をする必要性がありますよということですから、この下線部の問題に対して、なんかいけそうですね。さあ皆さん、正解は D ということでよろしいかと思います。ちょっと下線部引っ張ったところを見ていただけるとよろしいかと思いますが、Reduce excessive population concentration there ということですね。だから人口の集中、過度な人口の集中を減らす必要性がありますよということですね。ですから先ほど確認いたしましたが、人口集中がもう増え続けておりますので、それに対して、何らかの努力をする必要性があるわけですから、減らさなくちゃいけないということでよろしいかと思います。で、じゃあ場所はどうなってますかというと、皆さん、この下線部引っ張ったところですね。ちょっと皆さん遡っていただきますと、 The problem is B 動詞の右側ですよね。もしくは皆さん、文末と考えていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、正解になったところもしっかり皆さん文末が確定できる場所となっておりますので、情報構造バッチリです。さあ皆さん、問いの5番でございます。皆さん、説明指示を読んでいただきますと、皆さん、メインポイントは何ですかというお話になっております。で、もちろん、主題、テーマでございますので、本来は、第一段落ですよね。一番最初の段落に、テーマ、主張が隠れていることが非常に多いので、ですから皆さん、もう一度、第一段落ですね、お読みいただいて、で、皆さん、そのタイミングでもう答え出ますので、確定していただいて OK です。で、皆さん、ヒントですが、先ほど問いの1番で使ったこことここ、これが皆さん、問いの5番でも使えますので、ちょっとこれで考えていただけるとよろしいかと思います。ラピッドリシュリンキング、人口減少ですね、縮小しております。そして、高齢者の人口が増えているという話。そして、ここ波線ちょっと新たに振ってみたんですが、このあたりと言い換え可能な選択肢が見つかるかと思います。で、皆さん、正解は B ということでよろしいかと思います。皆さん、この波線引っ張ったところ、リバース・ザ・トレンドはこちらですよね。波線引っ張ったところ。で、Declining and Aging Population ですけども、減少している人口、そして高齢化の話ですね。それはこのあたりと合致しますので、よろしいかと思います。で、確定した場所はどこですかっていうと、この波線であれば、左側、これですね。B 動詞の右側が確定した場所になってます。もちろんこれも前置詞の右側ですよね。よろしいかと思います。そしてさらには、選択肢の B の場所も、これですね。ストライブという一般動詞の右側が
確定した根拠ということで、情報構造バッチリです。皆さん、お疲れ様でございました。先ほど、皆さん、フロムのお話はいたしましたが、これですよね。右側から左側に向かって矢印を引っ張ると。うんたらかんたらから離れてというイメージでよろしかったかと思います。田辺さん、アウェイとかアウトオブという表現も同じような働きを持ちますので、万が一のことを考えて、押さえておいた方がいいんじゃないかなというところでございます。ですから、もし皆さんこのあたり知らなければですね、この後ノートを取っていただいて、で、ノートを取った後は、いつも通りこれですね、赤シートで隠して、スラスラ言えるというところは皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思います。そして、皆さん、主題を選ぶ問題ですね、メインポイントとかメインシームということです。でもちろんこの早稲田だけじゃなくって他の大学でも扱いましたが、本当は複数の段落を確認した方が安全なんですね。で、第一段落、ま、それで行こうと思ったらま、行ける。選択肢たまたま選べることもあるんですが、念のためということを考えると、第一段落とですね、そして、最終段落ですよね。もちろん、皆さんも気づいてるかもしれませんが、第一段落には、その文章のトピックですね。一番言いたいことをまず言っといて。で、そして一番最後でもう一回念を押すというのが、論旨のパターンでございますので、それを皆さん逆手に取れば、第一段落と最終段落をまずパパッと見たらですね、ある程度、なんでしょうね、話の内容、筋がわかるというところでございますので、ちょっと皆さん参考なさっていただけるとよろしいかと思います。ということで皆さん、明日以降もよろしくお願いいたします。